高知市で土佐藩山内家に伝わる服飾をテーマにした企画展が開かれています。高知城歴史博物館で開かれている企画展、武家の服飾、山内家伝来装束の世界。開館以来初となる服飾をテーマにした企画展で、歴代藩主、土佐藩主の陣羽織などが並んでいます。こちらは二代忠義の具足下着です。これらは立ち襟であり、袖付けや袖山に装飾があるなど特徴があります。この特徴から忠義は南蛮貿易で日本を訪れていたヨーロッパ人の服装、南蛮衣装の影響を受けていたことがわかるということです。また山内家の服飾には全国的にも珍しい特徴が。一つ大きなポイントというのが、あの白い陣羽織というものがあります。江戸時代後期に編纂された志士があるんですけれども、まあ、その中でですね、あの忠義が、陣羽織、白い陣羽織は初代勝豊の軍法によれば、白いというのはただ藩主一人のものであるというようなエピソードが載っています。そういったところからですね、白い陣羽織というのがおそらく山内家にとって大きな意味を持っていたというふうに考えています。こちらは能の衣装が展示されているコーナーです。ご覧いただくと本当に様々な種類の衣装が展示されています。ただ中でも目を引くものがあるんです。それがこちらです。すべて金の糸で仕立て上げられているということなんです。当時見ていた人はみんな目を奪われたことでしょうね。美しいです。金箔で作った糸、金糸で織り込まれた唐織。特にこちらは全てを金糸で織り込んだ最上級のものだといいます。どの藩主のものかは分かっていませんが、能好きとして知られる12代豊助か15代豊重のものであったのかもしれないと想像が膨らみます。素材であったりとか、あるいは細かい装飾のところまで見ていただくと、着用者のこだわりであったりとか、まあ、技術の高さっていうところも、いろんな発見があると思いますので、そういったところに注目していただきたいというふうに思います。この企画展は9月1日まで開かれています。